37とジャンバリドット TV のガールズビーズ、おはようございます。やってまいりました、ガールズリーグ2回戦でございます。そうですね、初めましてよろしくお願いいたします。このガールズリーグ、まあ、今回2回戦目なんですけれども、前回ですね、うちの白鳥美優城と、漫画家の伊達蓮様が、対戦して、うちの白鳥がボコボコに、まあ、負けちゃったやられたということで、今回はですね、勝たないと会社の偉い人に怒られちゃうんで、なんか怖いな。え、いいんですか、先引きますか。引きますね。見ちゃっていいんだこれ。うわー、これ何何何。はい、行きましょうか、せーの、じゃん、え、それ M ってマックス、マックス、アマ、やば、アマか。何言うと真反対の戦いになりましたね。じゃあちょっと打つ台も考えないといけません。ね、これ一日縛りですか。嘘、途中でいけないんだ。あ、そっか、定間勝負。わかりました、わかりました。じゃあ投資の少なさも肝になるということで、そうですよね。それでは頑張っていきましょう。さあ、マックスタイプということで、北斗ね、刑事ね、さあ、そしてガーロもマックスタイプ、哲也哲也、まあ、打ってみますかね。あの、あんまり知らない台の方が出たりするんで、じゃあまず哲也からスタートしたいと思います。よし、やってきました。びっくりですね、私北斗武装を打つ気満々できたのに、まさかの一日アマ縛りということで、ちょっとアマコーナー、一日アマっていうのは難しいですよね。打ったことない台打っていこうかな。よし、このデビルマンバイオレンス99バージョン一台目打っていきたいと思います。ガールズリーグ、はい、ということで、私風間由衣は、徹夜2、男性再臨にて、次戦の方スタートをしたいと思います。頑張るぞ。さあ、ということで、全く分かりませんがスタートしたいと思います。まあ、さっきからリーチはね、結構かかるんですけど、全然期待度が持てないリーチばかりなので、まあ、言うてもマックス台ですからね、そう簡単にはチャンスは来ない、来ないってなんだ、来ないよね。まあ、でもこの鉄やつ最高出玉が2700発だから、これインジ34、何、いい天運ゾーン、三大激アツの一つ天運ゾーン、コーツリーチ、切り直しだ。やばいやばい、赤保留だよこれは。期待する。あ、これ知ってる、大チャンス、本当に当たる。あー、これこれこれが見たかったの。本当に第200
274は切れるか命赤文字です。テンウゾーンでテントウムシ保留で赤文字でタバコ予告。でも普通に文字は白いけど、緑だよ緑だよ緑だよ。やったー、よかった。だってこれで外したら私今日一日のモチベーションがもう下がりっぱなしになっちゃうもん。でもスタートから107回転マックスタイプにしてはかなり上出来だと思います。継続確率 80%、 80% いけるかな。さあまずは660点、あ640点だ。対戦相手がね弱い人ばっかりだったらいいのにね。7点してくれたらよかったんだけども、すごいなんか強そうだよ。哲也先生、うわーやばい、やめて。あーひどいひどいひどい、ダンチ。うわーマジかよ。おー、よかった、危ない。流局、流局セーフ。お、チャンスやで。4、弱そう、なんか弱そう、弱そう。コンビバトル、震えてた。イエイ、昇格お願いします。イエーイ、ぐるぐる回ってる、ぐるぐる回ってる。さあこれで2400発、やりましたやりました。さあここからは私が何連チャンするか予想しながら見てください。まずはね5連ぐらいはしたいな。まあ言うても今日はマックスタイプ VS アマタイプということで、攻めが勝つのか守りが勝つのか、まあ私は攻める側なんで継続率 80%、 ここをうまく生かしていかないといけないなと思うんですが、逆にね気が強すぎて 20% の方に入ってしまう可能性が高い。あ、赤まで行った。なんか強そうなんだけど、あー7点じゃん、7点、やばくない。そこは哲也に任せろよ。そこはダンチじゃなくていいよ。イエス、え、大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。かっこいい哲也、超かっこいい。イエーイ、質問ガールズリーグ。はい、それではデビルマンバイオレンス99バージョン打っていきたいと思います。1日余っていうことでね、どうすればいいでしょうね。
まあ、あまでもハマる場合があるから、とりあえずハマらないことだけを。スペックは 99.9 分の1で、ST が 100% 入るので、まあ、とりあえず私 VST 最近苦手だから 100% 入ると嬉しいですね。 ST55 回の ST 継続率 73% 続いてますね。保留変化してるとこまで行くかな。もう一回、お、3回目のハート。ああ、ミクちゃん登場。もう一回する？これエロくないですか？もう一回するだって。あ、ブルブル来てますね。もう一回したい。エロいな。あ、ダメ？いかないんだ。おい。やばいですね。もう一回するとか言うんだけど。めっちゃ見てる。両方からめっちゃ見てる目が。可愛いっちゃ可愛いんですけどね。保留変化。もう一回。止まれ。お。暑いかな、いいんじゃないですか。お、来たんじゃないですか。お、今の音は何でしょうか。保留も変わってないし、なんだろう。お願い。よし、ここから発展。お、これは発展するでしょう。シャキーンって言ったよ、なんか。きたー。もう熱い。助けて。追い詰めたぞ。これ外したらどうしよう。助けて。一応チャンスアップがあるんですよね、さっきから。待ってよ。お、カットインもいいですよ。これ来てくれないとダメでしょ。お願い。こっち。お、やったー。やりましたー。あ、デビル。あ、すごい、こんな役者だったんだ、知らなかった。よし、111回転でとりあえず初当たりです。よし、ここからですね。あ、これが噂の AT チャンスですね。あ、なるほどなるほど。40、とりあえず40。はい、お、やった、上乗せ、やった。お、プラス50、やった。でも打ったことなかったけど、その台人の見てるとすごい連チャンしてるイメージあったから、うん、ちょっと私も連チャンさせなきゃダメだな、これは。何これ、フリーズ演出とかちょっと見たいんですけど。お、赤だ。お、これ何、ラブ。お、保留も。お、当たった。おー、やった。23回転当たり引きました。お、少ない。まあでもいいですね、間で増えるかもしれないし。結構演出が派手で楽しいですよ。あんまり派手な台好きじゃないけど、これは好き。これは好き。メゾン一国とかみたいに
あのしっとり歌聞きながらちょっと感動しつつ打てる台も好きなんですけど、こういうねちょっと激しめの歌も好き、うん、嘘ちょっと待って、これ継続率 73% だよね、まずいっすね。よし頑張ってよ。おっ2連ガー。まあでもこれからですよ。しょぼい 136AT だって。左打ちに戻して。わー終わっちゃいましたね。でも、うん、これからですよ、うん、さあちょっと風間さんの状況を見に行きたいと思いますね。マックスということでね、何打ってんだろう。あれ、おっ、そうでしょ、早くない。しかもなんで徹夜打ってんの。当たり早くないですか。いやもうありがとうございます。そう、よかった。これ継続率 80% 以上ありますよね。そうなんですよ。攻めなんでちょっと攻めていこうと。でも、うん、打ったことがないので、うん、全く分かりません。でも、うん、出せればいいです。頑張ります。頑張ってください。頑張りましょう。うわ、ショック、結構ショック。マジやばいですよね。いやでも本当に徹夜を進めてくれたスタッフさんに感謝ですね。かなりのやり手だな。ねえ、いや強そうだもん、強そうだよ。うわもう真ん中にいるもんだって。団地もうかかるな、かかるな。ウェイウェイウェイ、ダメだって。見抜け、やばい、やばいよダーリン。流局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 。はあはあはあ、すいません、力不足です、すいません。終わった。それそれ、ポンポン先輩。東だよ、東が欲しいんだよ僕は。赤、ウェイウェイ。じゃあこのコンビ相性悪くない？大丈夫これ？うん、あ、3だよ。熟考してるもん今回。ちゃんと考えてる。頑張って頑張って。ねえ。ダンチダンチ、あ絶対彼氏にしたくない。ねえ本当に本当に、もう今日一日でちょっとダンチ嫌いになりそうだよ。ねえ、嘘でしょ。ズン、ガールズリーグ、春日面白いですよね。じゃあ2代目鈴宮春日の憂鬱打っていきたいと思います。春日ですよ、春日。北高祭りね、突入率 46% だけど、
46% 入れれば一撃狙えるかもしれないので、結構出るね。 75% 継続ってことでね、ちょっとリベンジですね。ギチリはね、うん、お注目だね。そこにいた。おー、あれ弱いぞ弱いぞ。途中でなんか発展するかな。なんでこれなんだろうな。弱いな、うん、ちょっと来てくれてもいいかなと思うんだけど。お願いします。ダメ、お願い。終わったマジで。あれからの役物で、まあリーチが弱いですもんね。うわマジか。おね、熱いっすよね。大好きゾーン。ここまたカウントが入ってる。よしよし。お、熱いって出た今。おお、いいんじゃないですか。出ましたね。お、セーフ変化しましたね。死刑は嫌だからな。うわー、カットインが弱いな。お願い。ダメ。おお、やったー。来ましたー。やってましたー。23回転と総投資1万2000円だ。よし、よし、ここから 46% を引きますよ。SOS チャレンジ、ここからですよ。うわー弱いよー弱いよー。なんでこれねえ、そう、願い、やっぱせっかく当てたのに。マジかー、うん、終わり、仕方ないですね。はい、ガールズリーグ。昨日の夜はまさか今日自分が徹夜打ってるなんて思いもしなかったな。必死でイケメンですねの勉強してたんだけどな。さあもうそろそろ一箱使い切ってしまいますが、どういたしましょう。どっちにしろ哲也、隣の哲也っていう響きが面白い。もうなんか結構哲也お腹いっぱい感あるんですけど、あ、赤ボタン、赤ボタン、天運ゾーン行くかも。
よっ。さあこれで疑似に赤ボタン、さあ疑似3、熱い赤保留だ。8、図柄は8。お、降りてきた。こう2段階開くとさらに熱いんだよね。あ、テントウムシ柄。また当てちゃうかな。いやでも調子乗ってると外すから当たってください、お願いします。哲也を信じてよかった、素晴らしいわマジで。でも早いね、マックスタイプでこんなに早く初当たりいけると思わなかった。せっかく上げてもらったのに申し訳ない。やばいやばい、始まってる。そうでしょ、ちょっとまた風間さん徹夜で当てたみたいなんですけど、やばくない？ハマっていうの期待したのにな。ダメだったか。はい、今とりあえず100回転なんですけど、ちょっと、今後後半戦の勝ちを狙うためにちょっと違う台移動したいと思います。ガールズリーグー、さあ今回は団地のいいとこ見てみたい。終わった？終わったって。うわ、めっちゃ強いやん。うわ、もうしょっぱないるやん。単発は嫌だよ。ほら早いよ近藤先生。見抜いて嫌だ。お願いします。つぼらないでよ。単発せっかく当たったのに。なんかさっきから変な薄いとこばっか引いてるなあ。ああ、ガビーン辛いよー。ガールズリーグすごい、マックスで3回当ててるんですけど、やばくないですか。